今回は山頂に上がる最短コース鳴井登山口を通っていきました。1時間もかからない気軽に行けるコースになっています。帰りは小高見倉山経由で下山しましたが、勾配が急だったので下りの負荷がきつい方は鳴井登山道で下山することをお勧めします。おはようございます。今日は涼しい風が吹いてますね。金剛さん、ちょっと今日時間がないので、高見倉山に急遽転校しまして登っていきたいと思います。今日は初めて鳴井登山口から上がっていきますので、本日もよろしくお願いします。気軽に山頂に登れるコースということもあり、早朝にもかかわらず駐車場はすでにほぼ満車になっていました。駐車料金は無料でトイレもあり使いやすかったです。すごいな、こう路肩に止めてる車めっちゃ多いな、朝早いな。すごい、また朝8時や。あ、レオちゃん、ここ思い出した。何思い出した？階段2回往復したやつやろ。ありえへんかったわ。今日は1回で済むやんな。1回で終わりです。よかった、楽勝やな。犬見倉で行ったとこですね、ここは。もう地獄やったわ。では上がっていきましょう。もう早速2丁目ですが、何丁目までありましたっけ？18丁目ぐらいまであったっけ？ニューヨーク10ぐらいにしといて。今日暑いけどさ、唯一の救いは日陰が多いということ。高見倉山の、確かに他のところはもうあれはむき出しやもんな。夏は無理です。7丁目到着です。防火用水がめちゃくちゃ置いてくださってるね。昔火事があったの、山火事が、そういう教訓もあったやつだけど、すごい感覚でな、置いてるな。よう運びはったなと思う。あ、10丁目、ほんまや。着いた？うわ、着いたんだ。え？ 10 丁目まで。あ、ほんまやな。ほら、抜けた。え、あっさり終わった。ちょっと一回見てみようか。よかったら、びっくりやな。この辛いよ。あ、俺のイメージとちゃうけど。じゃあ、行ってみて。そこちゃん。まだあるわ。休憩所まだあるやん。奥に山あるやん。まだ終わりかと。だから10ちゃうやろ。え、でも10通りみたいな雰囲気やったやろ。喜んだやん。ちょっとあと倍ぐらいだ。俺ようやく 200m まで来ました。日陰がほんま救いやわ、これ。もうちょっとです。
います。あ、また景色が開けましたよ。あ、今度ここちゃうか。日陰作戦やな。あ、全然ちゃう。やっぱ日向との日陰で、はい、だいぶ景色広がりました。あー、見とめね、めっちゃいいとこやわ。このぐらいでね、このぐらいの下でこんだけ景色見させてもらったら大満足。今日ニャムコ忘れちゃった。今日いる。そうやろ。だからほら、つけてないときにやっぱり、え、ね、つけてないときにやっぱ出てくる。絶対いるやんか。はい、ようやく到着です。はい、山頂まで行きましょう、このまま。はい、じゃあ参拝しましょう。頂上の方行ってみましょう。今日曇りや思ってきたけど、めっちゃ晴天。おお、いいね。あ、風が。はい、じゃあここで朝ごはん食べましょう。風が気持ちいい。あの朝自家製の焙煎豆で挽いたアイスコーヒーをちょっと今日は持参してまいりました。これ贅沢やな、うん、パンはコンビニで自分で焼いたパンやったらすごいよ。そう、まあ、しゃあないね。今日はちょっと、はい、いただきましょう。やろ、山のアイスコーヒーほんま美味しいやろ。贅沢やろ、めっちゃ贅沢。ああ、めっちゃ気持ちいいやろ。はい、じゃあ山頂ツアーということで、ツアー、山頂どんな感じになってるのか、簡単にレポートしていきたいと思います。まずね、僕らも知らなかったんですけど、えらい立派な石ができてます。はい、他にもね、この辺なんかで増えてるよね。日陰のところに椅子や机があって、うん、夏はもう大活躍だと思います。はい、次は、右手に行くとあの展望のいいところがありますが、この岩の裏、左手はバイオトイレになってます。これがあるのでなぜだろうね。安心感が全然違いますから。じゃあ先ほど紹介した岩を登っていくと、何度も僕らの動画の中でも出てくる展望スポットです。何回来たもんね。ここね、ここは多分高見倉山の、あ、頂上で、ポイントは漢字の変換がちょっと間違ってる。ただ僕も間違ってました。気持ち分かりました。普通にパソコンに変換させたこの座布団の座が出てる、うん、で、山頂を越えるともう一つあるのね、展望室。ここは皆さん休憩されてて、ご飯食べたりして入りますわな。
が神戸山かな。何かあった？何も。もしも。この辺が一番景色が良かったな。でこの展望スポットの後ろが神社になってます。はい、こちら高見倉山神社を左手に行くと、もう一つ記念碑みたいなのが見えます。先ほどあの動画を見ていただいている方2人続けて声掛けしていただきまして、あの下りはもうピストンで戻ろうかなと思ったんですけど、おすすめしていただいたルートで、はい、早速、はい、ちゃんと行けるかどうか分かりませんが行ってみましょう。こっちを登るとなるとちょっと怖っ しんどいな。降りるの結構山マップ見るとちょっとだけ登ってから左になってましたので、そこから降りましょう。だいぶ降りてきた。登ってる。やれいこちゃんから見て左手ねが、はい、鳴る登山口に戻るとなってます。うん、多分空いてるわ。じゃ戻っていきましょう。サウナに入ってるみたい。うん。うわ、整う。お、またなんか。見晴らしのいいところに出てきましたよ。おちょっとここまた開けてる、うん、今まで見たことない、うん、向き、あ向きからの景色は。そうね、うん、初めてじゃん、うん、こんだけ降りてきてもさ、うん、いい景色やな。そうそうそう、あの左手見えるのが、うん、高見倉山ね。どっか降りてきたよな。そうそうそう、あそこがガーって。次ここ降りていきます。はい、あともうちょっとです。はい、めっちゃ急じゃないこれ。すごいとこ降りてる。降りてるときはまあそんな感じせへんけど、うん、自分が降りたときはそこまで急と思わんかったけど、ああ急やったけどな。でもこっちから見る方が急やわ。はい、お疲れ様でした。今日はね時間がなかったんでいつも金剛山だったんですけど、うん、高見倉山に、うん、サクッと登ってきました。鳴る登山口、行きはだいたい頑張ればもう1時間弱30分ぐらいです。うん、あっという間登れるね。登れるし、絶景があってすごいコスパがいい、うん、登山口。頂上はめっちゃ涼しかった。風もめっちゃ涼しかったね。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではいつものところ行ってきます。朝11時ですが、背徳感を感じてますか？ないです。やっと整いましたね。あ、整ったね。最高やね。これがあったら頑張るよね。はい、ということで、これで終わりになります。最後まで皆さんご視聴いただきありがとうございました。
last summer.